撮影係がふるさと納税やりたいんだけど、やり方がわからないし。でもふるさと納税の返礼品の動画撮影できたらいいなぁなんて言っていたので、わからない撮影係の代わりに私がふるさと納税しました。イエイ。ふるさと納税とは、自分が応援したい自治体に寄付ができる仕組みのことです。ふるさと納税の寄付金は税金の還付控除が受けられます。さらにお礼品として自治体から特産品や宿泊券などをもらえる、とっても嬉しい制度です。ふるさと納税、私もやったことはなくて、でも簡単に手続きができました。私が選んだふるさと納税は、北海道南富良野町ニワトリ牧場のプリンです。プリンの登場です。じゃーん。開けます。ここか。よっ、じゃーん。プリンちゃん、8個入ってます。はい、私がこれを選んだ理由は2つ。1つ、容器がめっちゃ可愛い。いいね。いけます。いいね。おかのこ。瓶についているビー玉には一つ一つ手書きされた鶏が書かれています。食べ終わった後も楽しめる。あ、ひよこ、鶏、ひよこ。ピヨピヨ。ピヨピヨ。あ、揺れてるかな。ひよこ。かわいい。で、もう一つは、生産者の声。鶏牧場は北海道のほぼ真ん中、南富良野町の森の中にあります。放し飼いの鶏たちは草をついばみ、虫を追いかけ、キツネやタカを警戒しながら自然の中で暮らしています。そのような環境で産み落とされた卵を使ってのお菓子作り、その代表が鶏牧場のプリンです。だってキツネやタカを警戒しながら、だって最悪食べられちゃうんでしょ。そんな環境下で育った鶏の卵のプリンは美味しいはず。そう、これが2個目の理由です。じゃあ食べちゃおう、食べちゃおう。なんかスプーン入ってた。どんな味なんだろう。いただきます。
すごい濃厚。おお、これが自然で育った鶏の卵の味。すごいよ。でもね、すごい滑らか。美味しいんだけど。なんか8個入ってたからみんなにお裾分けをしようと思ったんだけど、これ全部食べられちゃうんじゃないかな。食べれちゃいそう。あー、カラメルいい感じ。おいしい。もうなくなっちゃう。うま、おいしいよ。うちうち。あ、すごい滑らかだから、え、これ飲めるんじゃないのか。最後いけそう。こういうこと。食べ終わっちゃった。ごちそうさまでした。鶏牧場のプリン、ふるさと納税する方、私は鶏牧場のプリンおすすめします。美味しかったよー。